ご主人様、ご報告です。ついに伝説の勇者を見つけました。勇者は山奥の小さな村に隠れてたの。ついてきて。ご主人様、ここが勇者がいる山奥の村だよ。でも魔物の姿のままじゃ村に入れないね。どうやって入り込もうか。だったらとっておきの呪文があるよ。じゃじゃーん、その名もモシャス。見た目を変えられる呪文だよ。すっごい、僕超イケメンになっちゃうかも。どんな姿も思いのままさ。さあ手をつないで輪になって。モシャス。ご主人様かわいい。やめろ、怒ってるでしょうが。さあもう一度だ、マシャス。よし、だいたいいい感じになったね。これで行きましょう。おじちゃん、助けておくれよ。僕たち道に迷っちゃったの。この村に人が来るなんて、苦労なさったな。宿に案内しましょう。汚いところですが、せめてゆっくりしていってくだされ。誰も僕たちのこと疑ってないね。それにしてもいい宿だね。僕疲れたから一休みしたいな。じゃあそれぞれ自由行動ってことで、おやすみなさい。はあ、グッモーニー。思ったよりもぐっすり寝ちゃったよ。さーて、どうやって勇者を捕まえようか。なんだか外が騒がしいな。大変だ、とうとう村が魔物どもに見つかった。魔物たちはすぐそこまで来てる。戦わないと。
それはまさかランディオル大帝の長兄暴走ディオロス。やばいです、隠れないと。見つかったら何をされるか分かりません。この村にソロという名の勇者がいると聞き及んで参った。勇者はどこにおる。隠し立てすると長生きできんぞ。どうやら聞く耳持たぬようだ。いいだろう、やれ。皆の者、戦え。こやつらを追い返すのじゃ。勇者ゾロバ、ここだ。ようやく腰抜け勇者のお出ましか。皆の者、ヤツの首を討ち取れ。討ち取った者には褒美を取らせよう。行っちゃダメだよ、殺されちゃうよ。討ち取ったり、勇者ソロを仕留めました。おお、でかしたぞ。よくぞ勇者を仕留めた。貴様には後で褒美を取らせよう。では皆の者、引き上げだ。王将ディオロス、なんでご主人様のふりをしたんだろう。まあ、やつの狙いはわかんないけど、勇者を倒してくれたのはありがたいね。あの勇者は誰かが化けてたって。じゃあ本物の勇者は。ご機嫌うるわしゅう皆様。いかがです。見たでしょう、これこそが人間の恐ろしさなのです。仲間のためならば己の命を捨てることさえ厭わない。勇者に導かれた人間たちが力を合わせたなら、我ら魔族をも超えてしまうでしょう。さて、あなたならばどうします。ただ指をくわえて見ているのですか、それとも尻尾をくわえて見ているのかにゃ。ご主人様、待ってください。さあ、私も準備をしなくては。あいつが。お帰りなさい。ええ、言いつけ通りいい子にしていました。なんですって。
人間を滅ぼすだなんて、そんな、あなたはそのために進化の秘宝を使い強大な力を得ると。お待ちください。届いて、私のこの思い。